どうも、桂朝吉です。英語落語と日本語落語、そして、笛、横笛の演奏を聴いていただきます。まずは、笛の演奏から参ります。落語ではよく出囃子というものを使います。噺家が舞台に上がるまでに曲を流すんでございます。これは大阪から発祥なんでございますが、やはり舞台に上がる時も音楽、三味線太鼓笛があった方が賑やかで盛り上がるんではないかという大阪のサービス精神で、考え出された出囃子の曲を何曲かこの篠笛、横笛で吹かせていただきます。笛、出囃子を続けて何曲か吹かせていただきました。最後の曲は馴染みのある桜という曲でございますけども、それも出囃子に使うている方いてありますけどもね、こういうふうに、横笛も日本の伝統芸能、昔からある何百年も前からある伝統の楽器でございます。それを落語でも取り入れているというわけでございますが、続きまして